こんにちは、よしかチャンネルです。これはね、あろうかな思ってたけど、どうせまた汚れるしな。よしかちゃんがまだね、ガレージきれいになったとこね、多分見てないんで、ちょっと見てもらおうか。おい、よしかちゃん。はい。ちょっと来てください。はい。ちょっと見てください。はい。何？ちょっとこっち来て。うん。これ。ほら。結構綺麗になったやろ。よしかちゃん、これ濡れてる時しか見てなかったやろ。うん、ほんまや、めっちゃ綺麗、綺麗やろ、うん、それをね、ちょっとね、二人とも家いてるんで、ほぼほぼ見てないからね、うん、ほら見て、ここ、うん、めっちゃ綺麗だった、ね、なったやろ、うん、うん、うわ、綺麗になったんですわ。ほんまや。でも、車はザンとね、ホイールは綺麗と。明日、雨違う？明日雨、うん、そうか。じゃあ、雨、雨なん、明日雨やで。そうやったらちょっと手伝ってほしいことあんねん。手伝ってほしいことあんねん。何？ちょっと来て。何？え？何？見たらわかるわ。ここあー、これね、うん、もうだんだんもうひどくなってきて、これ、ね、何でも何でもやれてるやんか。これはよしかちゃん明日って言ってなかったっけ。せやな、もう車掃除せんへんしね。うん、それやったら頑張っちゃおうかな。ちょっとあまりにもひどくなってるし、まだ灯油のケース置いてるしね。うん、あちゃー。でこんなダウンとかは、うん、あのクリーニング出したりするから、ここも綺麗にするし。はい、うん、だから、うん、まあ、靴はだいたいそんなに大丈夫だけど、割と綺麗けど、こっちのもう昔のレジャーシートとかいっぱいいろいろもう置きっぱなしになってるから、ここちょっと綺麗にしたいね。前からずっとしたいと思ってて。そうなんや、うん、じゃあ手伝ってくれる？はい、手伝います。はい、頑張ります。よしかチャンネル。これね、これね、よしかちゃん結構大事なもんあるよ。これは、あ、私の清掃道具で。この辺ずっとさ、うん、車のなんかもこっちに置いてあるやろ。うん、で車のやつって、はい、基本掃除のやつってあの、あ、そこのところの物置ね。物置に置いてる、うん、入れてる入れてる。最近すごいそれがこっちに移動してきてんのいっぱい。ちょっとね、うん、移動してきてるやろ。すぐにね、うん、使いたいから。使えるやっとこがね、うん、便利なんで。あ、だからそれは。そのコーナーみたいにして、ちょっともうやり替えよ。で、これだいぶ捨てるもんもいっぱい、私ももちろん、私も置きっぱなしにいっぱいしてるから。そうね。だから、一緒に。あ、確かにね。うん。まあ、この辺もね、タオルも乾かしたらここに放り込んで。ね。これ、今年出してへんけど、雑巾入れてますけど、これね、バーベキューの時にね、うん、飲み物こう、冷やすやつに使ってるやつやんね。そう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 。それはもうちょっと、そう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 、雑巾干しにしちゃったり。本当はここに氷入れて、氷入れて。汚いとなって思ったら、うん、汚くなりました。そうか。たくさんあるな。めっちゃあるよ。ちょっと頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。はい、頑張ります。ね。よしかちゃん。はい。これは汚いな、いかがいたしましょうか。え、この靴してるよ。少林サッカーの映画に出てきたような古い靴ですけど。いや、これは触られへんもん。そうすか。これはまあ置いといて。置いといて。うん。で、本当はこれもな、これも持って行ってもらいたかってね。うん。だけど。これはね、トレーニングのね、そうそう、台なんですよ。今ね、靴履くときの椅子になってます。意外とちょっと便利な感じやね。そうなんです。
意外と便利でね。これをちょっと見た目悪い。捨てれな、無料で捨てれなかったから、うん、なんかこう、ちょっとカバーかけて、はいはい。おしゃれにしよう。言うてたんや。言うてたんや。忘れてた。そうや。ね。なんかこう、カバーリングしたら、うん、ちょっとこう、そうか。ベンチみたいに。うまいね。なるかなと。うん。うん、まあ、できるかな。ね。うん。ね。うん。いや、できる。この玄関周り、ちょっと、はい。やろうか。もう、どこにも行かれへんし。はい、じゃあ、はい、お手伝いします。お願いします。はい、できました。よしかちゃん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。綺麗になりました。ゴミも袋丸ごと一つぐらい。一つ半か。一つ半あったね。あったね、捨てれ。うん、すごい大きかったよ。ああ、手伝ってもらって助かりました。一人やったらちょっとやる気せえへんかって。いや、ほんとやね。よかった。まあ、いらんもんがたくさん増えてましたね。増えてました。うん。この村が、うん、小学校ぐらい。からずっと、うん、一部そのままのものもあったし、うん、あったね、うん、よかった、うん、ほんでここ玄関のとことか、うん、前本で読んだけど、うん、こういうちょっとやっぱ空きスペースっていうのがあった方がいいんやって。ああ、なるほど。やっぱりなんかちょっとしたものをなんかで買ってきた時とか、あ、そうなんや、急遽置く場所っていうので、うんうんうん、やっぱスペースって空けとくべきやねんって。あ、そうなんや、うん、だからついつい満タンにしなきゃっていう、うん、感覚あるけど、今まであってんけど、うん、それをもう空きスペースを結構作っていこうと思っている。ああ、なるほどね。ちょこちょこ整理してんね。わかりました、はい。これから心の空きスペースも作っておきます。まあ、スッキリしたね。うん、スッキリした。はい。じゃあ。ここをキープしながら過ごさないといけませんね。はい。はい、崩さないように頑張りましょう。はい、キープさせていただきます。はい。はい、では今日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。 Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time clear to see
from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful you and me